2022年8月13日、突如としてこのような書き込みがなされた。企業が悪質な投稿を行った人物に対し法的措置を検討する、というニュースに対し。でも以前にも企業が法的措置をするとかあったけど、実際に逮捕されたり訴えられたりした人誰もいなかったよね。企業の脅迫？という反応があり、それらに対し、訴えられた人が訴えられましたと素直に言うわけないでしょ。というリプライがつく、という流れを見かけたことがあり、まさに私は、その訴えられた側だったから色々胸が痛くなって詰まってしまった。フェイクは入れる。数年前に、ある企業に対し SNS の仲間内の話に乗る形で叩いていたことがあった。そんなこともしたことを忘れていた頃のある日、自宅に内容証明が届いた。あなたがネットで書き込んだ事実無根の中傷により、サービス延期、広告出稿差し止め等の損害が発生しました。名誉毀損で訴えます。ただし和解の条件に応じた場合は訴えません。そんな内容だった。私はびっくりした。確かに書き込んでいた覚えは思い出した。でも、あれは仲良くしてたフォロワーさんの〇〇に同調しただけで特に悪意もなかったのに。と思って、ものすごく被害を受けた。いきなり訴訟とか裁判するなんて会社としてひどい。とか本気で思っていた。無視しようかとも思ったけど、無視すると相手の言い分がそのまま通り数百万単位の請求になると調べた。でも裁判となると、弁護士費用もかかるし、そもそも弁護士のつてなんてなかった。和解金を支払うにしても、旦那は金に細かく貯金残高とかチェックしてるし数十万も動かしたらすぐにバレる。個人の貯金もなく、期日も迫りどんどん焦っていった。どうしようか、なぜ私がこんな目にって、ノイローゼ状態になり。パートも無断欠勤を続けてしまい解雇。人がいると神経が高ぶるので子供も遠ざけ、家事もおろそかにしてしまっていたら、旦那に。いつの間にか無断で仕事も辞めているし子供にも冷たい。家にいるのに掃除もしてないし食事の支度すらしてない。何もしないなら出ていけ。と怒鳴られて喧嘩になって家を飛び出し実家に帰った。実家で事情を聞かれ、じゃあなんで家事放棄してたの？と母親に言われ。しぶしぶことの事情を話したら、両親にめちゃくちゃキレられた。次の日自宅に無理やり連れて行かれ、改めて事情説明。書き込み内容とかも書類に書かれてあったやつ含め、ほとんど見られて恥ずかしかった。旦那には激怒され、和解の期日まで少しだったので、急いで連絡しとりあえず、家庭の貯金から和解金を支払うことになった。とりあえずほっとすると、旦那からいきなり離婚を切り出された。なぜ？もう済んだことでしょ。お金はパートでもして返すって言ったじゃん。と言ったけど、旦那は、ネットのやりすぎで訴えられるような人間なんて信用できない。書き込み内容も見たけどひどいものだ。こんな人とは一緒にやっていけない。出ていけ。と取り付く島もなかった。子供も旦那の勢いに飲まれて味方もしてくれなかった。両親が間に入って話し合ってくれなかったら、今頃本当に離婚になっていたと思う。その後、すぐに SNS のアカウントも削除させられて、スマホは取り上げられた。和解内容にアカウント云々はなかったけど、削除した方がいいと旦那に言われた。その際にちらっとフォロワーの原因となった〇〇さんを見たけど、彼女はいつの間にか消えていた。〇〇さんも同じ目にあったかもしれない。でも他の人も私よりもっとひどいこと書いてたのに。とか思ったけど、スピード違反で一人だけ捕まって運が悪い的な話だなって、後から思った。実家に戻され、事実離婚みたいな状態で数年別居。父にはほとんど無視されるようになり、母には、情けない、情けない子になってしまった。と泣かれ、妹や兄にも、仲じゃないの？すぐ離婚にならなかっただけマシ。うちだったら即離婚。と馬鹿にされた。自分が言った通り、パートで和解金も支払うことになり、パート先では馴染めずに辛かった。会わなくて辞めても両親は慰めてもくれず、さっさと次を探せというばかり。味方なんて誰もいない気分だった。旦那ならかばってくれたのに、と後悔することもあった。和解金の返済が終わっても、実質養育費を旦那に送金し、自由になるお金もなく。子供にも月一会えるか会えないか、子供も事情を知っているのかよそよそしい。針のむしろで製品の毎日だった。あの日々は今思い出しても地獄った。そんな生活を2年と少し続けて、話し合いも重ねて復縁することになり、やっと家には戻れた。旦那からは、義両親にはとても世話になっていたから和解には応じたけど、やはりどこか許せないところはある。でも子供がいる家庭に両親は必要だから、と言われた。実際、表面上は仲良くはしているけど、
以前と比べて明らかに冷たくなってるし、心の距離は遠い。寝室も別となり、夜の生活も全くなくなった。子供は私に対して母としては接してくれているけど、やはりよそよそしい。子供が進学して独り立ちしたら、今度こそ正式に離婚されるかもしれない。で、二職もないし、そうなったらどうやって暮らしていけばいいんだろう？という、恐怖に怯えながら、日々を過ごしている。こんな目にあって、普通の友人ともネット友達ともほとんど縁が切れて孤独になり、一人で考える時間も増えて、私は初めて心底から反省した。悪気はなかったけど、相手がそう取ってもらえるとは限らない。それ以上に、一方的に悪口や抽象を書き込んで結果裁判沙汰になった人間に対し、ここまで信用がなくなるんだな、ってことを思って分からされてしまった。旦那や子供からの信頼もなくし、両親にも見限られ、当時の友達も一気に失ってしまった。でも仕方ないなとは思っている。当時の私やネット友人たちの書き込み、今の私からしたらなんでこんなことを書けるのかわからないぐらい、ひどかった。とてもじゃないが、SNS で、〇〇に訴えられたけど問題ありません、なんて、普通は言えない。書類が届いた時点で、少なくとも私はビビって何もできなくなってしまった。ネットでの発言が過ぎて、謝罪だけでは済まなくなった事態になって、何も言えなくなった人、決して少なくはないんだとも思う。皆さんも気をつけてください。少なくとも私は、今でもとても後悔しています。かなりきついことを言うけど、なんでまた変えちゃったのかな。企業名ぼかせば大丈夫だと思ったのか。SNS で本当に訴えられた人はいませんって情報がないから注意喚起とかいう認識なんだろうけど、自分が検索ワードを叩いて知ろうとしなかっただけの話だよ。悪気はなかったけど、相手がそう取ってもらえるとは限らない。心の底から反省してもこういうことは思い続けるのだなと不思議に思った。訴えられるかどうかは相手に損害があったかや傷ついたかどうかによる面はあるが、発言が抽象に当たるかは言葉の意味を客観的に判断して決まるものでだろう。当時は悪気を込めて書き込むことが楽しかった。今は悪気がないからひどい言葉だと思う。そういうことではないのか。当時も悪気がなかったとか反省してもそう思えるんだ。弁明になりますし、信じてはもらえないかもしれませんけど、本当に悪気はなかったんです。けしからん、キモい、ムカつく、そういったことで、相手を傷つけてやろうとか貶めてやろうとか、そういうつもりはありませんでした。前にあのお店行ったけどあまり美味しくなかった、ムカつく。こんな感じのノリで、悪気とかそういうのは本当にありませんでした。発言のきっかけとなったあの人も、多分そういうつもりで言ったのではない、とは思っています。信用してはもらえないかもしれませんが、ただ、悪気はなかった、だから何をしても許されるわけではない。というのは、ここ何年かの地獄で痛感させられています。一昨日夫と子供は、義実家に帰省しました。明後日には帰ってくるそうです。義実家と実家はそこまで離れていないので、コロナもありますが感染には気をつけて、どちらかの家に集まり両親や兄弟と共に食事をするらしいです。そこに、私は呼ばれていません。自由だけはあるけど、許されていないという事実が重くのしかかっています。本当に後悔だけはしています。それは墓場まで持っていかないといけないやつだな。他人からは信用されてないけど、自分のことは自分で全て把握できているとすっごく自分のことを信じているんだね。今でも、相手が悪いなら通称しても構わないとか思ってそうで怖いわ。後悔はしてても反省はまだ足りないなという印象。こんなに長々と書いてる割に、子供のことは、味方してくれなかった。よそよそしい、くらい寂しい思いをさせて申し訳なかったの一文すらない。別居中のお子さんや旦那がどんな暮らしをして、どんな気持ちでその時間を過ごしてたのか、全く思い合ってない。合ってなかったからわからないとか言いそうだけど、子供の態度をよく見れば、それくらい察することできんやん。今でもそんな態度だから、食事会をはぶられてるんじゃないのか。自業自得だな。お友達が悪口書いてるから私も書いちゃえ。って幼稚な理由で、誰もが閲覧できる場で他者を誹謗中傷して、訴えられそうになったらテンパって家事もおろそかになり子供まで遠ざけて、そりゃ家族の恥だし、家族を犠牲にしたんだから未だに恨まれて当然だと思うよ。ただ、そんな生活を2年と少し続けてイノレスを読む限り、被害者意識はまだ残っているものの、年を重ねたおかげか昔の自分を客観的に自己批判できるくらいには精神的に成長されたようで何より、旦那さんやお子さんが今後家族としてどういう決断をしようが、粛々と受け入れて謙虚に生きていくしかないね。以上で終了なのだ。
最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。